ザザン、前回ね、ゲットしたノノ。やばいわ、ノノ。これめっちゃ気に入ったんだけど。しかも前回ね、奇跡的に被りがねえという、この奇跡。あと、うまみ水でしょ。エメラルドドラゴン。これも地味に気に入ってんね。ワゴンでしょ。で、ゴーレム、マダムフィッシュ、大竹、チル、モンチ、ギャガタモンチからのサニーっていうね。サニーもいいよな、マジで。サニーすげえ気に入ってるわ。もうサニーすげえかっこいいね。ということでね、今回はね、当たりをね、当たりを目指し、いや、今回出るでしょ。いつ出るか、今でしょ。当たるシール、いつ出るか、今です。ということで、さすが秋雄で、ダラン、ゴーレム。やべえ、一発目からかぶった。一発目からかぶり、これかぶり倉庫行きね。かぶり倉庫ね、かぶり倉庫ね、このね、俺のケロケロの中に、前回の全種類入ってるから、前回の全種類カード、これ見てくれ。前回の全種類のカードはね、待って、ミラクル4だけ出すかな。ミラクル4どっかあるはずなんだけど、ミラクル4、まあないわ。まあね、このね、あったわ、俺の金手カード、一流とね、ミラクルホロっていうね。で、この中にシマイの、さて、どんどん行こう。頼む、当たるシール出てくれ、頼む。あ、ラッキーシール飾るの忘れてた。俺の女神だからね、この女神、俺の女神、ラッキーシール、俺の女神来てくれ、俺の女神を、よし来た、俺の女神が来たからにはもう大丈夫。ダラン、ナメクジラ持ってねえな。ナメクジラいいね、かわいい。ナメクジラ、魚類。普段は陸の上で生活してるが、餌を取るときと危険を感じたときは水中に潜る。 IGO 第二ビオトープの研究所内、海中レストランにも捕獲されているというね。ナメクジラいいね、かわいいな、こいつ。ナメクジラ持ってない、やったぜ、持ってないの来たぞ。しかし当たりが来ねえな。ザン、来てくれ。お、ソーラータートルだって。ソーラータートル、これ持ってないね。ソーラータートル可愛くね、こいつ。ソーラータートル、爬虫獣類。エコランドに生息するカメ。甲羅に天然のソーラーパネルを備え、太陽光を電力に変えることができる。すげえな、こいつ。マジか。飯食う必要ねえんじゃねえ。充電が切れると甲羅の表皮が剥がれて、エコ乗りになる。すげえ、これ考える、この考えた人がすごいよな。これ、あれから作者考えたのか、それとも応募したのかな。俺も食ってみようかな、なんか考えて。ナメクジラみたいなね、ナメクジラみたいなやつを。すごい、頼むで、来てくれ。アイマル、アイマルだ、アイマル。グルメ教の教えを忠実に進行するグルメナイトのリーダー。いいね。他人の病気を食べることでその人の病気を治療することができる病食主義者。すげえよな、病食主義者。トリコとは昔からの腐れ縁。アイマル、いいね、アイマル。これ持ってないからこっちに行って、ゴーレムだけかかぶってんの。当たり来ねえな、おい。頼むぜ、当たりを来てくれ。オース、オース来たぞ。オーズだ、オーズ、オーズ、オーズ来た、オーズ。調味料、ダラン、オーズね。オーの巣、オーズ。守護諸島のシュラン島で取れる絶品の巣。市場に出回ることはめったになく、巣の王様として珍重される。おお、かぶりがあんまりねえな。ゴーレムだけか。やばい、ラスト2。やばいぞ、どっちが。ちょっと待って、俺の見聞色でいくぜ。あ、こっち当たりだ、こっち当たりだから最後に開けよう。こっちが当たりだから、こっちは最後に開けれるっつうことで。ザザン、ゼブラだ、やった、ゼブラ、ゼブラ来た。おー、クソかっこいいぞ、ゼブラ。おい、見てくれ、ゼブラ、ゼブラやべえ。鍋池で繰り広げられたマダムフィッシュ捕獲対決。ゼブラはエコロケーション、魚群探知機で獲物の居場所を探った。こいついいよな、音自由に操れるって最高だよな。でもサニーのね、触手も、あ、触覚か、触覚もいいよね。あー、でも、ココの毒もいいしな。いや、でもやっぱ毒かな。毒使いってかっこいい、毒使いってかっこいいじゃん、なんか。つうことで、このね、当たりシール、これなら悪いね、ゲットしちゃったぜ。ダダーン、頼む、来てくれ。そして誓ったドドリアンボム、ドドリアンボム。でも持ってないわ。いいね、ドドリアンボム、すっげえなこれ。くっさそう、マジで。別名、匂いの爆弾と呼ばれる世界一臭い食材。そのままでも十分臭いが、身が熟して地面に落ちると強烈な匂いを周囲に撒き散らす。その匂いは約300年経っても消えない。どんだけ臭えんだよこいつ、やべえな。
いやでもね、今回ゴーレムだけだったわ、かぶったの。しかもゼブラ出たし、いいね。でもね、一番気に入ってるのはやっぱノノだな。この中ではノノが一番いいな、今のところはね。ノノこれキラにしてくれよ、てかこれホロにしてくれよ、ノノ。いいね。つうことでね、今回も当たり出なかったか、くっそー。また次回にかけるが、つうことで今回はね、キラー、今回のキラーはねゼブラオンリー、ゼブラだけ。つうことでまた次回ね、当たり汁でお会いしましょう。まあ一セグミ食べようかな。このグミうまいんだよね、このグミ。しかもこの骨付き肉、男のローマンだからね、骨付き肉って。この骨付き肉ってマジ男のローマンじゃない、これ。筋トレした後にベンチプレス160キロ、170キロ上げた後にこの肉を食べる、骨付き肉を食べる。ふんふん、筋肉を回復、超回復させれば、やべえわ、もうブロックレスラーだ、お前、これ。うん。あ、マジでうめえ。前回のグレープちょっと食べ過ぎてさ、マジきつかった後半、本当に。もう本気出したからね、グミ食べんのに本気出して、グミ食べるのに全力出す男だからもう、どんだけよお前。もう一緒ないだろうな、グミ出すのに全力かけて食べるっていうね。あ、でも今回もこの長い旅になったらあれだな、またグミ地獄。でもこの味はまだ全然飽きてないから、いくらでも食えるっていうことでね、また次回当たりでお会いしましょう。ラッキーシールバイバイ。いいね、ラッキーシール。